川端の今日は4試合ぶりです。シュートが決まった。隙を突きました、水戸先生。右サイドの福水がインサイドに入ったところですよね、はい。まあ、瞬間的にボールサイドに人数増やして、やっぱり小川航基にボールが入ってくると収まる、はい、2点目が決まりました。すごくシンプルな攻撃ですけども、まあ、放送場から長いボール、ここで小川航基がしっかり収めて、まあ、隙間を見つけて中に入れて、黒川少し当たったところいいところ落ちましたけども、まあ、福水もボールが来るっていうことを信じながらポジションを取っていいシュート、はい。まあ、素晴らしいゴールですね、まあ、ダイレクト。そうですね、はい、降りたところうまく反応しました。この小川航基のやっぱり収まりっていうのが大きなポイントなんですよ、はい。先制しました水戸ホーリオークです。